はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして、ハンターハンターと誘惑の大教頭祭の全貌が公開されました。見ていこうかなと思うんですけども、あさってから始まりますね。いいね、このなんつーのこの画像、ものごっついかっこいい。2週間ちょっとあるんでね、まあ、楽しんでいこうかなと思うんですけども、まずはログインボーナスとして、今回のタッグキャラクター裏飯&ゴンがゲットできますと。これ特製でダブルタップ持っているんで、まあぜひともねゲットしていこうかなと思います。でもって特別ミッションジャンプチ武術界で優勝しようというわけで、武術ポイント集めてトーナメント突破の証と交換しようと、これに関しては、まあ今回の新キャラたちをまあいろいろウンマックスなりなんなりしたらポイントがもらえて、それを一定数貯めたらルビーなどがもらえるという感じですね。で全ポイント集めたらさらにルビー200個プラス、ヒーローの宝玉1つか星5確定チケットか、スタミナジョッキ10個かコイン1000万どれか選ぶというわけやな。まあ今回の大教頭祭4周年の1個手前なだけに、なかなか報酬が豪華なんですよね。まあ僕はヒーローの宝玉にしようかなとは思うんですけど、スタミナジョッキも捨てがたいな、これ結構悩みますね。はい、でもってジャンプチ武術会開会式、まあこれに関してはまああのあれですね、あれです。はい、でもって霊光波動拳と念修行というわけで、1日1回限界ビスケと一緒に修行しましょうというわけで、これ1日1回挑戦イベントですね。で技レベルを上げやすくなっているというわけで、これは素晴らしいですね。ぜひとも上げていこうかなと思いますね。まあハンターハンターは年収やんな、霊光波動拳っていうの、その誘惑の中でのなんか分からへんけども、霊眼ってこの霊光波動拳の中に入ってんのかな、分かんないんですけども、でもって成功期かける雲の頭というわけで、超究極ですね。今回のイベント、まあ大教頭祭だけに敵もね、まあ2人登場するんですよね。まあ超究極難度というわけで、クリアするとエンブレムがもらえるという状況なので、まあぜひとも、今回は特別衣装じゃなくてエンブレムなので、まあ、作品ファンの方は挑戦してみるのいいんじゃないかなと思います。お茶飲む？お茶ぶち込んでいきまして、まあ、ぜひともね、限定エンブレムゲットしていこうかなと思います。結構難しそうなんでね、頑張っていこうかなと思う。でもって、魔界聖大使&、赤の目というわけで、クラピカとシグレですね。で、落ちんのはしぐれという感じなんですけども、敵キャラもタックやったらかなり激アツだったんですけども、まあ、しぐれドロップするというわけで超絶キャラクターですね。まあ、ぜひとも、ゲットしていこうかなと思います。運マックスもね頑張っていこうかなと思います。でもって錬金妖術師&偉大生というわけで、酒瓶集めて中ゲットというわけで、これに関しては、まあ、集会イベントですね。たらふく集会しまくって、なんかいろいろ報酬と交換しましょうっていう感じです。でもって、支援剣&霊気の剣というわけで、剣同士ですね。もらうと桑原。で、落ちんのはもらうと。いうわけで、まあ、超絶キャラなんで、くしゃみですよ。くしゃみ止まっていきまして、まあ、超絶キャラなんで、運マックス、まず人も頑張っていこうかなと思います。でもって、武装闘技&14人の悪魔というわけで、まあ、これに関しては、V とレイザーと戦って V ゲットというわけで、今回、超絶キャラクターばっか、
なんですよね。まあ、運マックスは比較的やりやすくなるんじゃないかなと思いますね。結構かっこいいな、この V。めちゃめちゃ武装している。超かっこいいんですけども。んでもって、ジャガン&神速というわけで、まあ、カンムルかな。ジャガンもなんか当て字あんのかな、知りないんですけども、赤属性のキルアとヒエと倒して、裏飯とゴン、今回のログインボーナスでもらえるイベントタッグキャラクター、ウンマックスミッションですね。ウンマックスなるんや。よかったよかった。僕、配布の1体だけかなと思ったんですけども、ちゃんと、まあ、技レベル等々12になるというわけで、これはぜひともやっていこうかなと思います。でもって団結バトル激闘トグロ弟トグロ兄弟襲来というわけで、新レジェンド霊波動&念能力というわけで、まあ、今回の誘惑ハンターハンターコラボ限定レジェンドかな、まあ、ぜひとも、やっていこうかなと思います。で決闘でガチャガチャになっております。今回かなり長いイベントやのに超究極が一つしかないんで、まあ、ぜひともねじっくり、攻略の方頑張っていこうかなと思います。はい、というわけで、新キャラの情報を見ていこうかなと思うんですけども、まあ、まずは、ヒーローキャラですね。メルエムナックスザクというわけで見ていくんですけども、今回のキャラクターたちめちゃくそ特殊な性能しているんですよね。まあ、まずはナックル、赤属性のバランスタイプと HP 等々、まあ捨ては優秀ですね。で必殺が 450% ダメージで2ターン、赤属性の必殺ダメージ 12% アップ、決闘の場合 25% アップ、2ターン敵全体を 25% 弱体化というわけで、これは強い、これは強いぞ。バフ&弱体化か、しかも火力も出す、これはちょっと優秀ですね。バフ&弱体化っていうキャラクターは今までいたんですけども、火力ついてなかったんですよね。いや、このナックルちょっと団結で、まあ、主に物ごっつい使えるんじゃないかなと。まあ、弱体化の数値 25% って抑えめではあるんですが、いやでも普通に強いんじゃないかなと思いますね。で友情、中央プチの右下を必殺に変換して、中央プチの、一つ下二次変換、HP3000 回復、3ターン味方全体の必殺ダメ 22% アップ、3ターン誘惑作品の必殺ダメ 12% アップ、3ターンハンターハンター作品の必殺ダメ 12% アップというわけで、ゴリゴリ特殊あの作品忖度バフですか、これ初めて登場したんちゃうんかな。レジェンドではいるんですけども、一人あのセイントセア忖度おるんですけども、友情ではいなかったんで今回初登場ですね。ただこれね、強いよ普通に。作品忖度つかなくても3ターン 22% のバフ、しかも必殺ダメつくんで、しかもこれ属性の縛りない。クソ優秀やったベジットが無双キャラの3ターン味方全体 24% ぐらいのバフなんですよね。バフの数値だけ見たら無双なんですよ。めちゃめちゃ強い。3ターンっていうのがものごっつい強いわ。そんで思ったんが、あとの作品バフ、まあ誘惑メインキャラに積んでいたら、バフが 34% 3ターンつくっていう性能なんですけども、これさ、今回のタッグキャラクター裏飯&ゴン、そしてキルア&ヒエにぶち込んだら、これ両方ともバフされるんちゃん。タッグキャラクターって2作品付随されてますんで、それがもし適用されるならば、必殺変換2次変換3ターン
46% 必殺ダメアップっていう友情技になるんですよね。これどうなんかな、ゴンキル、あ、ゴンキルちゃうわ、キルヒエ、あいつにぶち込んだらどうですか。あ、でも必殺の上に書いてある運営からの愛してるのサイン、これに書いてあるんですけども、2作品のキャラをメインとした編成のサポートに使用すると最大限効果を引き出せるっていうことはおそらく適用されますね。キルヒエに使ったら、46% アップ、必殺ダメアップつきますわ。これ強っ、え、強っ、え、強ない、え、強ない。これちょっと3枠目にもうキルヒエ積んでダブルタップ発動されへんけど、積んでも全然いけるっていう火力出せるんちゃう。ちょっと未来がありますね、この友情技は。面白いですわ。はい。んで、特性に関しては、列傷ダメ減、バフ 7%、プチショットというわけで、ナックルも全体的に見たら初期の限定キャラクター越してますね。普通にメイン性能ありすぎるわ。プチショットつくか。こんだけサポートの必殺しといて。頭おかしいですわ。はい。ちょ、全体的に面白いキャラですね、ナックル。はい。でもって、スザクなんですけども、スザクも強いですね。黄色の特殊と、まあ、ステータスと優秀ですね。必殺が、敵単体に 480% ダメージ、&体力やったら 60% のキラーと。で、感電。というわけで、まあ主にイベントで使える性能かな。480出るんで、まあ必殺1個割どんぐらい出すやろな。まあ普通に3万近いダメージは出しますね。そっから感電波いるんで、まあ凄まじい火力にはなるんじゃないかなと思います。んで、友情が二次変換&攻撃力4ターン 24% アップ、そんでもってもう一発4ターン 50% アップ、列車というわけで、おー、まさかのこんなやつ来たか。これはちょっと強いな。4ターン列車か。はー、恐ろしいの来たな。なんか最近ね、えぐいバフしながら状態異常付与っていうキャラが増えてきているんですけども、列傷で来てくれへんかなと思ってた矢先来ましたね。二次変換ダブルバフ4ターン列傷か。まあ1枠目にぶち込んだら2万9000が4回入りますから、11万6000ですか、合計ダメージ出しながら 74% バフするっていう。まあ普段のバフは 79%、80% っていうのが、まあ主流なんですよね。だから 6% ほどバフの数値低いんですが、列傷つくんやったらそんなん関係ないな。てか、列傷つくんやったらバフ70とかに抑えた方がいいと思うわ。6% しか違わんのってもうデメリットちゃうからな。いやー、この友情技ちょっと強いですね。列傷にキラーとか、まあ、そういうキャラクター結構多いんで、その方たちのキラーが結構出しやすくなりましたね。これで評価一転するキャラクター結構多い気がしますね。で、特性に関してが友情技封印数軽減、自身の行動前にハート1個虹に変換、誘惑作品の必殺ダメ 10% アップ、ハンターハンター作品の必殺ダメ 10% アップというわけで、まあこれも作品バフがつきますね。まあ自身誘惑なんで 10% バフがつくという感じです。まあなかなか面白い性能してますね。これも優秀かなと思います。でもってメルエムガチャキャラで来てくれたらめっちゃ嬉しいわ。絶対に敵キャラかと思ってたんですけども、ガチャキャラなんでこれは嬉しいですね。
青属性の特殊と、まあ、ステータス等とバッチですね。で必殺技が、480% ダメージ&裂傷の倍 55% のキラーと、で3ターン二次出現というわけで、これさっきのスザクの友情技で、あの評価一転したキャラに入ってますね。あのスザクの友情技を見てない時にこのメルエムを見た場合、いやこれは使いづらいと弱いと言っていたんですけど、あのスザク見たやったらこれはちょっと強いぞ。安定してキラーがもう 100% 入るんで、今の環境裂傷解除裂傷無効裂傷短縮おらんので、まあ、今後の評価どうなるんかは分かりませんけども、今現在では確実にキラーが入るんで、まあ実質535%確定で出るという、キャラクターになってますね。強いな、めちゃめちゃ優秀じゃないかなと思いますね。はい。で友情が邪魔赤緑黄色1個ずつ虹に変換、レジェンドゲージ 6% アップ、一旦青属性のバフ 69% 団結忖度 79% というわけで、他属性でいうところのユリウスとか限定エマとか、まあ、言うたら限定キャラの、性能がまさかの友情、ヒーローキャラクターというわけで、これね団結いく上でめちゃめちゃ強いんですよね、この性能。まさかのヒーローで登場と、これではびっくり。まあでも最近ね、性能限定の性能が普通のヒーローキャラクターで持っているみたいな感じのキャラクターまあ多いんで、まあ、それに関しては結構いいんじゃないかなと、比較的ゲットしやすくなってるんで、ものすごくいいんじゃないかなと思います。で特性が弱体化2ターン短縮、ボスバトルの時必殺生成数1軽減永続、誘惑作品必殺ダメージ 10% アップ、ハンター作品必殺ダメージ 10% アップと、まあ、今回も作品忖度ですね。まあ、ボスバトルの時っていうのは、決闘では発動しないんですよね。イベント限定の性能なんですけども、まあ言うたら超究極とかそういうので永続で生成数軽減されると。これは強いな。6つ軽減されるだけでめちゃめちゃ違いますんで、このメルエムもド安定で強いんじゃないかなと思いますね。はい。今回のガチャキャラちょっと全員面白いな。なんか強いっていう意見よりも先に面白いが出てきますね。めちゃめちゃ面白い性能してるんじゃないかなと思います。はい。でもって目玉商品限定キャラクターのキルア&ヒエ、キルヒエ見ていこうかなと思うんですけども、黄色属性の攻撃とステータス等とバッチですね。で必殺が 500% ダメージ、一旦敵デバフ 5%、1万の固定回復というわけで、ちょっと先に特性見るんですけども、ダブルタップなんですよね。特性で友情技封印数2枠軽減、バフ 13%、 決闘忖度 21%、 4912ターン目タップ数プラス1、4912ターン目レジェンドゲージ 10% アップというわけで、まあ、4枠目ダブルタップなので、まあこの必殺は優秀じゃないかなと思う。で攻撃数で2600あるんで、個人的にはダブルタップ4枠ダブルタップの中で一番火力求めれそうなキャラクターですね。個人的に一番優秀なのはゴンキルだと思うんです。キャラバフ回持ってるんで、ゴンキルとあと限定ジョータロなんですけども、並びましたね。並んだどころかちょっと上取ったんちゃうんかっていう性能をしてるんじゃないかな。ただ黄色なんで現環境黄色物ごっつい使いにくいんですけども、ちょっとこのキルヒエ未来がものすごくある。必殺で回復ついてるし、オンで特性で決闘忖度のバフついているんで、
これはちょっと環境を変える可能性すらありますね。僕は優秀じゃないかなと思う。で友情、友情がまさかの 29% ガードもう来ちゃったというわけで、この 29% ガード、まあ、僕限定サボ持ってわかるんですけども、あのクソ杖、まあ、何が強いかっていうと、ガードも強いんですけども、プチ変換がめちゃめちゃ優秀やね。あの邪魔を変換するんで、しかもあのプチ変換7個持ってるんで、まあまあまあお掃除されるんですよね。何かとガードより僕はプチ変換の方が魅力的なんで、この友情も欲しいな。めちゃめちゃ強いですね。はい、まあっていう感じでした。今回のガチャキャラちょっと全員強いし面白い、結構尖った性能をしているんで、ちょっと好き好む方なかなかいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。明後日から登場するんで楽しんでいきましょう。